イカれる鈴木優馬の一言に、札幌、小柏が大混乱。コンサドーレ、札幌の西大吾が自身の YouTube を更新。鹿島アントラーズ、鈴木優馬の新発言を紹介した。J1 第11節、この試合の中で札幌、小強剛と鈴木優馬が言い合いとなった。そこで、鈴木から新発言が飛び出したようだ。ふざけずに真面目な顔で、カモンメーンって。一度スルーした小柏だが、もう一回、おいおいって呼ばれて、カモンメーンって。 鈴木優馬面白すぎる。小柏と鈴木優馬のやりとり想像してクソわろた。蝶野さんの影響かな。意味わからなすぎてマジおもろい。何言ってんだ冗談だろ、的な意味っぽい。さすがヒップホッパー優馬さん。カモンメーンは困るわ。鈴木優馬と小競り合いになったらカモンメーンで丸く収まる。カモンメーン優馬、ま。 悔しいので、これからカモンメイン使っていきます。